マーダブラーオ・ナーラーヤンは、インドのデカン地方、マラーター王国の世襲における第七代最小。マラーター同盟の名手でもある。マーダブラーオ二世、サワイ、マーダブラーオとも呼ばれる。マーダブラーオ・ナーラーヤンと、ナーナー・ファドナビース1774年4月18日、マーダブラーオ・ナーラーヤンは、1773年8月の、父・ナーラーヤン・ラーオの死後に生まれた。父は、 おじの最小ラグナートラーオに暗殺されていた。これにより、同年5月28日に、マーダブラーオは、財務大臣、ラーナー・ファドナビースにより、マラーター王国の最小に任命され、ラグナートラーオは、廃位された。だが、ラグナートラーオは、イギリスに援助を求め、1775年3月6日に、スーラート条約を結び、第一次マラーター戦争を引き起こした。 この戦争は7年にわたり続き、1782年5月17日のサールバイ条約による講和で終結した。マラーター王国の全権を握っていたのは、最小マーダブラー王ではなく、強力な財務大臣、ナーナー・ファドナビースだった。一応、同盟のマラーター諸侯は、独自に行動しながらも、プネーの最小府の彼を中心に、緩やかな連携を保っていた。 北、インドに勢力を張っていたシンディア家の当主マハーダージーシンディアは自国の近代化を進め、1784年12月にはムガル帝国の摂政と軍総司令官となっていた。そして、1790年9月9日にムガル帝国の皇帝者アー・アーラム二世に自分を北、インドにおける王国最小の代理であることに認めさせ、最小マーダブルアーオナー・ラーヤンを 皇帝代理人に任じさせた。彼とナーナー・ファドナビースは同盟の権威を最高潮にまで高めた人物であった。だが、ナーナー・ファドナビースと、マハーダー・ジーとの関係は、相当悪かったことが知られている。マハーダー・ジーは、三照府における、権力闘争では、ナーナー・ファドナビースに敵対する派閥に肩入れしていた。とはいえ、マラーター諸行は、 マーダブラーオ・ナーラーヤンを要するナーナー・ファドナビースを同盟の事実上の名手とみなし、緩やかな連携を組んでいた。1795年10月25日、マーダブラーオ・ナーラーヤンは突如として、最初、船への宮殿車にはあるワーダーから飛び降り、自殺を図り、2日後の27日に死亡した。自殺の理由は、よくわかっていないが、ナーナー・ファドナビースの戦王に耐えきれなくなったのだと。 されている。マーダブラーオナーラヤンには後継者がおらず、マラーター同盟では諸侯によって最小位をめぐる争いが起こり、1796年12月4日にラグナートラーオの息子バージーラーオ2世が最小となった。ありがとうございます。